はい、こんにちは、竹内です。はい、じゃあ第76回オークスの、事前対策ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、こんな感じですね。最初は、まあ、2007年以降の、オークスですが、当該種販路調教していない馬は2勝のみとなっているということで、まあ販路調教しない馬は少ないですけどね。いや、少ない割にはっていう感じもするんですけど、そうですね、人気どころが勝ってるっていうのもありますし、回収率的にはまあ大したことないですよって感じですね。そう、あの販路調教に関して、あんま詳しくない人はこの動画の下にですね、説明文があるんで、その中にある、まあ僕のブログですね、アットアギョロップの方を見てくださいということで、次の画面いきます。関東馬は、当該種販路最速時計 59.9 秒以下の馬が現在全敗中です。で、60.0 秒以上から2勝しているという感じですね。で、この2勝ですね、この 60.0 秒以上からの2勝の馬っていうのは、まあ、ラップ、まあ、4ハロン、3ハロン、2ハロン、1ハロンとありますが、最後の2ハロンから1ハロンで、0.1 秒前の減速でとどまっている馬と、が、該当しています。まあ、ここを簡単に説明すると、例えば2ハロンの時計がそうですね、13.0 秒で、で、こっちが 12.0 秒なら、まあ、1秒加速してますよと、そういうふうに、考えての、まあ、データですね。ここに、で、下にありますが、なお、まあ、加速ですね、0.5 秒以上の馬は、5頭該当して、1着1回、2着1回ということで、まあ、5頭しかいませんからね、データとしてはしょぼいんですけど、まあ、馬券率はそこそこだなという感じですね。次、関西馬です。55.9 秒以下から3勝しています。で、55.9 秒以下の馬の3勝だけで開始率が 187%。うん。38と、これが2007年以降ですね、該当して、3-2-3、まあ、1着3回、2着2回、3着3回と、まあ、まずまずの馬券率だなという感じです。で、もう一個はですね、60.0 秒以上の馬から2勝しています。で、19と該当して221と。まあ、これは割合的にですね、まあ、分母が少なくてですね、こちら。まあ、馬券になっている馬が多いので、まあ、結構ね、いい率かなと、個人的には思うんですが、この5頭ですね、なんと、2ハロン、1ハロン、先ほど説明したところですね。で、まあ、加速している馬のみが、この5頭に該当しているというところは、ちょっと、一つポイントかなと、思います。で、今回出走予定の関東馬の中で、60.0 秒以上で減速 0.1 秒までの時に過去に構想しているのはこの2頭、心の愛とルージュバックということで、まあルージュバック、まあどちらもいつも構想しているので、まああれですけど、まあそういう感じですね。過去にですよ、うん、今回じゃなくて、過去に構想したのはこの2頭ということですね。で、はい、で、まあ心の愛についてはですね、20日に、早い時計出し、今のこの音取ってるのが、21日の、夜ということは認識してくださいね。20日に早い時計を出していますと。まあそう、チューリップ賞の時から時計早くなったんですよね。なので先ほどの条件で構想している過去があるのはあるんですけど、今回は早い時計を出している。60.0 秒以上じゃないので、一致はしていないと。個人的にはとても残念だなっていうのを今回思いましたね。チューリップ賞以前の状況の感じだったらですね、今回ちょっと面白いかなと思ってたんですけど、ルージュバック、5月21日現在から見ると、19日に 72.1 秒で2ハロン、17.4 秒、16.8 秒なので、先ほど説明に該当していると。まあ、でもこの馬からするといつも通りという感じですし、まあ、ね、前走はあれでしたけど、ものすごく、能力の高い馬だと思いますので、この馬の復活というほど負けてないんですけど、この馬が大きい舞台でですね、頂点を極めるところを、見たい方多いんじゃないでしょうか。で、次ですね、今回出走予定の関西馬の中で 55.9 秒以下で構想してきた馬はこんな感じです。マキシマムド・パリ、レッツゴードンキ、まあここ一勝、まあ一戦一勝ですけどね、クイーンズリング、ミッキークイーンで、クルミナル、コンテスタトゥーレ、ベルヒカでシング・ウィズ・ジョイと、噛みそうな名前が多いですけど、まあこんなところです。
で、この4頭ですね、クイーンズリング、クルミナル、シングウィズジョイ、レッツゴードンキ、この4頭は現時点、21日今ですね、で、この時計を出しています。 55.9 秒以降出しています。で、まあ、オークスで勝つことが多い販路調教で ありますし、その時計を出してきている。さらにその時計で過去にちゃんと構想しているっていうことになるのはこの4頭ですね。あの関西馬、立東馬は。で、最後もう一個ありましたね、関西馬で 60.0 秒以上の馬で最後加速してた時に構想したことがある馬っていうのはこの3頭ですね。クイーンズリング、ミッキークイーン、マキシマムド、パリということになるわけですが、今回現時点で該当したのは、ミッキークイーンでしたね。はい。で、過去のオークスで最も馬券率がいい反路時計のパターンを今回出しているっていうのが、まあ、ミッキークイーンですね。で、過去にもまあ構想していると。で、ただ過去に構想しているといってもですね、この馬の場合、あの、1、2、1、2と来てて、その2着2回の時がこの過去走なので、果たしてそれを構想と言うべきなのか、この馬にとってはもしかしたら勝ちきれなかったからよろしくなかったと考えるべきか。そこがあの難しいところなんですけど、で、ここにも書いてあるように、手放しでまあ、これいいなって、っていうふうには言えない感じですけど、まあ、正直なところ馬券には入れたいなと、個人的には思ってます。で、まあ、こんな感じでまとめですね。反路時計、かける、オークスの勝ち馬の反路傾向かける、その競争馬の今回の反路時計、別の、過去を混ぜてみたということなんですが、まあ、今名前ができたルージュバック、クイーンズリング、クルミナル、シングウィズジョイ、レッツゴードン、キミッキークイーンと、まあ、まとめるとこの6頭かなと。で、これらが反路時計とオークスの傾向という切り口で言うと勝ち馬候補として今回動画で、まあ、ピックアップした6頭ということになります。でですね、あとはまあこれら含めつつ、あの僕自身ですね、あのまあ書籍化されている馬券法もありますし、あの自分で配信をしている指数もありますので、それらを含めて、予想をしてですね、まあ、いつも通りあのブログなどにアップ予定です。そのブログはあのこの先ほども言いましたが動画の、下の説明のところにね、ある、まあ、リンク先、アットアギョロップであったり、テイクアップアームズであったりっていうのを見ていただければなと思います。ということで、オークスの話終了ということになりますが、ここからちょっとあの雑談に切り替わりますので、まあ、ここであのお分かりの方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、まあ、動画を消す前にですね、あのチャンネル登録して、今後も、この僕の、竹内の YouTube チャンネル竹つべの方をですね、見ていただければ嬉しいなと思っております。ということで、ここでお別れの方はまずさようなら。はい、ということで、竹内です。こんにちは。そうですね、先週、アップした動画、競馬ファンなら誰でもできるのに誰も気がついていない重賞狙い方というような、テーマの動画ですが、ビクトリアマイルの、当日の朝にアップしまして、バーッと告知したんですが、そうですね、結果的にその内容、まあ、狙い方としてはもう本当にあの誰でもできるんですけど誰も気がついていないというか、まあ、知ってる人が圧倒的に少ないだろうなというような、内容をお届けしたわけですが、まあ、一応勝ち馬が、まあ、なんて言うんでしょうね、重賞すべてですからね、重賞すべてでそんな全部が全部当たるわけではなくてトータルで回収が高いよっていうような内容でしたので、まあ、あのいきなり当たるとか当たらないとかそういう話じゃなかったんですけど、まあ都合よくいいタイミングで、最初のそのビクトリアマイルの当日にアップしてビクトリアマイルが当たるということになってくれたので、まあそれであの一気に今再生数がありがたいことで伸びまして、1174回現時点でアップ再生していただいているようです。ぜひまだ見てない人はですね、見ていただけたらなと思っております。どうしてもビクトリアマイルの日にの当日に配信して、でビクトリアマイルじゃなくて重賞のですから、まあ、そういうタイトルだったので、ビクトリアマイルのですね、データみたいなのを動画で配信した月曜日の方の動画ばっかり見られてしまいまして、結局こっちの動画後回しにしてしまって、でなんか盛り上がってるからなんだろうなと思って見てみたら、そのビクトリアマイル当たってたっていうような感じになってしまったのでね、まあ、ちょっと見損ねた人はちょっと怒っちゃったりもしたんですけど、まあ、それは僕に言われても知らんのですけどね。全然僕が無理やり見せるものじゃないんであれなんですけど、まあ今後ももちろん使えますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。今この動画から探そうと思うとですね、動画の下の僕のチャンネル開いていただいたら、そうですね、上から 2個目とか3個目ぐらいのところには、出てくると思います。今5月21日現在はですね、そこからまた動画増えていくと変わっちゃうんであれですけど、
まあ、ぜひチャンネル登録とかして探していただければなと思っております。おかげさまでチャンネル登録も700名を超えまして、そうですね、気合を入れて動画アップし続けてきてですね、まあそういういい内容のものを、出せたなと思ってますので、まあその、なんでしょう、皆様からの、モチベーションを上げさせてくれる思いがですね、それにつながったのかなと思っております。はい。で、もう一個ですね、動画としては、ミリオンダラーバ剣術の方の、重症簡単攻略法っていうのも、アップしました。5月13日に、アップしてあります。こちらも再生数が今500ぐらいになってきてるんですけど、まあ、これもミリオンダラーバ剣術の本を読んでいらっしゃる方とか、コンテンツユーザー様はぜひぜひ見ていただきたいなと思います。こちらはですね、こちらももちろん僕のアップした動画のリストにありますし、あとはミリオンダラーブログの方、開いていただくと上にペタって貼ってありますので、ぜひぜひ、そちらもよろしくお願いします。最強の法則の担当の方も、担当の M さんも、動画気に入ってくださったようで、いっぱい宣伝してくれるそうです。あとはですね、JRA 夏の2歳生払い戻し上乗せキャンペーン対策特別号っていうのもアップしました。これ、あえてですね、本当は6月にから、まあ、これ動画見てる方はご存知の方が多いと思いますけど、2歳生の払い戻しが上乗せされるんですね、今年は。なので、それの対策号を、あえてですね、まあ、5月の、上旬に、アップしてみたわけです。っていうのは、6月に始まることの動画なので、これをどれぐらいの人が見るのかなと、競馬ファンの人、どれぐらい後回しにするのかなと、で、後回しにした人って多分直前になってもう忘れてて見ないと思うんで、どれぐらいの方が見てくださるのかなと思ったら、それでもやっぱり400再生以上はありましたので、結構やっぱり皆さん、先々考えて馬券を買ってらっしゃるんだなと、馬券対策しているんだなということで、まあ、若干感動しました。はい。まあ、最近、アップした動画はそんな感じですね。その前はターゲットの使い方なんかについて話しましたが、その2歳戦の動画であったり、その、まあ、先日のビクトリアマイルの日にアップした、重賞攻略の動画であったりとか、でミリオンダラーの動画であったりとか、まあ、結構即戦力な内容であり、まあ、結構どれを撮っても、まあ、やろうと思えば誰でもできる。まあ、先日アップした動画に関しては本当にそうですね、できないっていう人がいたらおかしいぐらいの、簡単さなんで、もうできないとは言わせないぐらいの、簡単さになっています。それでいて効果的ですし、まあ、その3つの動画、ぜひぜひこの夏、楽しんでいただけたらなと思いますし、まあ、一生ですね、一生楽しめるんじゃないかなっていう感じの、内容になってますので、ぜひ、ご覧ください。今回はオークスの特集でしたけど、もちろんオークスでもそれは参考にはなると思います。当たる当たらないは分かんないですけど、当然。長い目で見ていけばオークスだって、まあ、そう、あともう一個何でしたっけ、今週、平安ステークスでしたっけ、平安ステークスとか、まあ、その辺も使えますので、ぜひぜひご利用いただければなと思っております。で、以降告知なんですが、昨日ですね、ちょっとラジオの収録をしてきました。ありがたいことにゲストに呼んでいただいたんですが、FM 愛知で毎週火曜日に、放送されている番組なんですが、毎週、うん毎週火曜日、FM 愛知さん、現在の名前が @FM ですね、80.7。まあ、愛知県民の方、名古屋市民の方にはすごくおなじみのラジオで、僕もよく聞いてるラジオ局ですが、の火曜の8時から8時半までですね、勝手に応援加藤プロデュースという番組がやってます。僕がよくしていただいてて、よく動画とかですね、メルマガとかでも紹介したことがある加藤拓也さんという、まあ、タレントであり、マルチデザイナーであり、まあ、ミュージシャンであり俳優さんもやってますが、加藤さんと、あと今その加藤拓也さんが大須の方で劇場を作ってプロデュースしていて、まあ、来月 CD デビューする BSJ というアイドルグループの、方で、もう一人加藤さんという、まあ、非常に声の渋い、ダンディーな方 と、あと、そうですね、パーソナリティの、山本さんという、すごくお綺麗な女性がいるんですが、まあ、その番組の方に、呼んでいただきまして、まあ、結構有名な起業家さん、名古屋の起業家さんであったりとか、格闘技の世界チャンピオンの子だったりとか、あと芸人さんと響さんとか、出ておられたりとか、で、また今度、知ってる方も多いと思いますけど、カルテットという、ユニットの、サモンさんですね、そうですね、とか、そういう、まあ、結構有名な方がわーっと出てらっしゃる番組なんですけど、なんか知んないけど、まあ、僕、呼んでいただきまして。まあ、馬券家代表じゃないですけど、馬券家として出演をしてきました。収録も終えたので、
それが、6月9日、ロックの日の、8時からのオンエアで流れます。ゲスト、たっぷり喋ったんですけど、まあもちろん編集して短くはなってると思うんですが、その後にですね、この番組すごいのが、パンダスタジオ、名古屋北さんがですね、カメラを、3台も入れてまして、その、収録している風景を撮って毎週アップしてるんですね、YouTube に。で、それはまあ、ラジオの尺と違って結構がっつりその時あったありのままを結構抑えてそのままアップしてくださるんで、そちらもまずラジオを聞いていただいて、で後日その動画がアップされますので、ぜひぜひ竹内がですね、こういつも一人で喋ってますが、一人じゃなくてまあ、皆さんと、まあ、ラジオで、ラジオの収録としてトークしているところもぜひ見ていただければなと思っております。そうですね、まあ、僕のメルマガ、Facebook などで告知もしますし、FMH さんのホームページ見ていただいたりとか、あとその勝手に応援加藤プロデュースさんのですね、Facebook ページであったりとか、番組の YouTube チャンネルも探したらすぐに出てきますので、ぜひそちらもですね、登録しておいていただけるとですね、アップされた時にすぐに、見ていただくことができると思います。まあ、この動画初見の方は僕も初見でしょうけど、まあ、僕のことを一番ネットで知っている方で言ったら、もう8年以上前から僕のことを知ってくださっている方もいらっしゃると思いますので、まあ、そんなやつがラジオで喋っているというだけでちょっと面白いんじゃないかなと思っております。結構いろんなまあ制約があるので、なかなかどぎついこととかは言えなかったりしたんですけど、まあ、結構楽しくやって盛り上がったと自分では思っているので、ぜひまあ、オンタイムでまず6月9日に見ていただいて、でその後動画も見ていただいてですね、でまあ、プレゼントコーナーもありますし、アット FM さんにですね、もう一回あいつを出せというような声が集まればもう一回出れるかもしれませんので、ぜひぜひ、お願いいたします。またその時に告知します。ということで、まあ、雑談のコーナー、これ以上続けても、まあ、見る人も少ないでしょうから、締めたいと思いますが、何かあったかな、いうことは、すいませんね、何も考えずにいつもこれスタートするので、いつも皆さん見るの大変だと思いますけど、まあ、先日は雑談コーナーも、消化しましたので、今後はですね、こんな感じで毎週動画アップしたりしていきたいと、思っていますし、まあ、そうですね、竹内平常運転でやっていきたいなと思っております。というわけで、竹内でした。最後までありがとうございます。さようなら。